ターリントンで。はい、こんにちは。地球を愛する戦士、地球の強い味方、ザ・ミストレス5の道徳担当、ターリントンです。今日は私の魅力をちょっとだけ教えてあげるね。あれ、私の魅力もしかしたら溢れ出しちゃってるかも。私はあのスーパーモデルのクリスティ・ターリントンにも負けず劣らずの魅力があるのよ。よく周りからガーリーとかアイドル系とか可愛い系の褒め言葉ばっかり。私も毎日自分の姿を鏡で見てたけど、宇宙の中で地球が特別な存在のように私も宇宙一可愛いかも。いつものことだけど、また自分で言っちゃった。私って絶対アイドルの素質があると思うの。母性でもアイドルオーディションを受けてるからデビューも近いと思うんだよね。でもね、今は真っ黒な姿に変わっちゃった。だって地球に来てみたら素晴らしい惑星って聞いてたけど、人はみんな仲良く手を取り合ってなかったの。私、可愛いだけが取り柄じゃないの。正義感も強いから弱い者いじめとか絶対に許せないし見逃せない。だからみんなも弱い者いじめは絶対ダメだよ。もともとの身長は160センチ、可愛い女の子サイズ。今は変身しちゃって小さくなっちゃった。身長142センチ。まさしく秋元さんやつんくさんが好きなサイズ感。愛くるしいアイドルサイズなの。元の体重は42キロでベストバランスだったんだけど、今はもっと軽い33キロ。5キロのお米6袋ぐらいのサイズかな。このフォルムだし、いつでも抱っこしてよしよししてもらえるサイズ感。真っ黒だけど、きっとみんなから愛されるキャラクターかな。そういえば地球に来てやっと念願の地、アイドルの聖地秋葉原に行ってきたの。アイドルとオタクが混じり合う秋葉原の空気感は最高よ。なんかうずうずしちゃった。あと秋葉原の帰りに立ち寄った築地のお寿司屋さんもすごく美味しかった。ほんと地球って美味しい食べ物いっぱいあるよね。今日はここら辺で私の紹介は終わり。私のことちょっと好きになっちゃったでしょ。あとここからはザ・ミストレス5の一員として、地球の未来のためにみんなで頑張って活動していくので、応援よろしくね。じゃあ次回はゴミ問題担当のクロフォードの紹介だよ。お楽しみに。じゃあバイバーイ。